皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今年の年始めは、昨年2021年に私が言ったわかるというものをですね、集めまして、わかる大全集ということでお届けしたいと思います。おせちでも食べながら楽しんでいただければと思います。では VTR スタート。おせち飽きた、いやいや、ピザ食べたい、わかる、わかる。この前な、私ね、このブレスレット買いに行ったんやけどな、お店の人に値段聞いたらな、4億って言われてな、安いな、思って現金で払いましたわ。わかる。太郎ちゃん、お母さん、都会に疲れてしまった。田舎に移住して、有機野菜でも栽培して、有機野菜栽培助走として生きていこうと思うんだけど、いい？わかる。次郎さん、昨日ね、和三盆を使ってカカオ豆からチョコレートを手作りで作ったの。溶けちゃうから早く食べてね。わかる。金は天下の回り物、使えば使うほど儲かりますぜ。わかる。うちのおかんがね、うん、好きなお菓子があるって言うんやけど、うん、そのね、お菓子の名前を、うん、ちょっと忘れたらしくて、うん、いろいろ聞くんやけど、うん、全然わからへんねん、うん、和菓子でね、薄茶色のパリパリの皮でね、うん、あんこを挟んだやつやってな。もなかやないか、それはわかる。太郎ちゃん、お母さんね、美魔女って言われたんだけども、それってババア確定ってこと？わかる。わかりません。わかる。太郎ちゃん、大学で友達できた？ん？お母さんが女装で面白すぎるから学校の人がつまんなくて友達できない？わかる。これ先端三つ尾だよね、このポーズね。まあいいや。ねえねえ、その靴下、ゴムがゆるゆるで、もう捨てた方がいいんじゃない？え？ルーズソックスっていうの？わかる。エクセルのセルの中の改行がわからなくて、もう3時間も悩んでる。向いてないのかな。わかる。わかる。太郎ちゃん、またおばあちゃんに物を買わせたの？そんなにね、簡単にね、物が手に入っちゃうとダイアナエクストラバガンザみたいになるよ。わかる。会員番号294番、肉の工事肉用です。将来の夢はクイズノーベル賞に出て活躍することです。わかる。太郎ちゃん、今お母さん悩んでるの。次郎さんはお母さんのことを好いてくれるんだけども、タイプじゃない。三郎さんはすごくいい体をしてタイプなんだけど、お母さんにあまり興味がない。どっちの人と付き合った方がいい？ねえ太郎ちゃん、教えて。わかる。はぁ？先っちょだけだから浮気じゃない？わかる。わかる。爽やかに恋はして、爽やかに傷ついて、爽やかに泣こう。わかる。ちょっと聞いてよ。次郎ちゃん、ママが知らない男の人とホテルに入っていくの見ちゃった。わかる。次郎さん、アプリで会ったばっかりだけど、さっきから私のことを舐めるように見てくる。これはやりもく？やりもくじゃない？わかる。笹の葉さらさら、の木場に揺れる、お星様キラキラ、金銀砂子。わかる。三郎さん、告白してから3週間も返事ない。
じっくり考えてくれてるのかな。わかる。なんで私元ヤンって言われちゃうんだろう。わかる。あ、それ私やっときます。あ、それも私やっときます。あ、それも私やっときます。私っていい人でしょ。うんうんうん、わかる。太郎ちゃん、お母さんミニスカートを履こうと思うんだけど、おばさんだからもうやめた方がいいかな。え、まゆせみじゅんさんはお母さんよりもお姉さんだけど結構ミニスカート履いてる、だから大丈夫だって。わかる。そして一言、この別れ話が冗談だよと笑ってほしい。わかる。課長、ここは私が謝らせていただきます。お客様、大変申し訳ございませんでした。ここは肉用の美しさに免じて許してください。わかる。目には目を、歯には歯を、喧嘩上等。わかる。タマ、タマどうしたの。え、何、タマって言われるのが恥ずかしい。もうタマも思春期だもんね。わかる。梶浦、また私にお礼を言わなかった。わかる。浅見松子です。三郎さんの前だと緊張しちゃう。緊張のあまり尿が漏れそう。わかる。男が欲しいんだよ、金よ。ここそれは吉原炎上。わかる。結婚ってなんかめんどくさくない？もう私ね、相手に合わせるのとか全然無理だと思う。え、相手がいるのを見たことがない？正解、わかる。私はナウイからメモはシャメで取ります。え、シャメってもうナウくないの？わかる。ねえねえ、私綺麗？綺麗？わかる。お金が大事？時間が大事？お金？時間？お金？時間？わかる。太郎ちゃん、最近すぐタクシー乗りたがるよね。そんなにね、タクシーばっかり乗りたがってると新宿駅から伊勢丹までのね距離でね、タクシーに乗っちゃうダイアナエクストラバガンザみたいになっちゃうよ。わかる。え、若くて可愛かった昔に戻りたい？しょっぱくて香ばしくなった今も素敵よ。わかる。29番、新宿区から来た肉の工事肉よ、焼き餅をやります。太郎ちゃん、何？ひなちゃんのところでは家族サービスでひなちゃんパパがママの座布団になっている？ん？それ家族サービス？なんかのプレイじゃない？わかる。太郎ちゃん、彼女とかいないの？ん？女の子に興味がない？じゃあ男の子に興味があるの？今そういうのも OK な時代だよ。わかる。Can't you see? Can't you see? 自由と孤独は二つでセット。わかる。え、何？運転すると急にヤンキーっぽくなるって？当たり前じゃん。千葉県出身だからだよ。わかる。